やれよ。抵抗はしねえ。散々逃げてきた報いだ。仲間と離れたのも、薬で力を抑えたのも、要は忘れたかったからさ。けどダメだった。体が忘れねえんだ。気がつけばここへ来ちまう。見たくもねえ場所なのにな。今さらそんなこと言っても。わかってる。言い逃れするつもりはねえ。俺のやったことだ。報いを受けるさ。だが、一つだけ忠告がある。忠告？こんな俺の命でも、奪えばお前は俺と同じ重みを背負うことになる。そいつだけは覚悟してくれ。なんだよそれ。命乞いのつもり？今は憎しみしかなくても、いつか必ず背負っちまう。必ずだ。ふざけるな！そんなもん背負うのか！全くその通りですよ。そんなもの背負うはずがない。必要もない。彼の行いは復讐なのです。殺されたのですから殺してもいいはずでしょう。てめえは！もっとも、どの道あなたは死ぬ運命ですが、その復讐がなされなくてもね。ペルソナの抑制に薬を使い出して随分と経つはずです。あなたはもう長くない。どういうことだよ。本当なの？勝手に死んじゃうっていうのか？僕が何もしなくても勝手に。そんなのありかよ。それなら僕は今まで何を。死が何によってもたらされるかなどどうでもいいことでしょう。少年、君からは彼とは別の意味で生きている匂いがしない。彼を殺した上で自分も死ぬ気だったのでしょう。タイミングが前後するだけの話です。どの道二人とも死ぬのですから。ふざけんな。では遺言の代わりに聞いておきましょう。あなた方の中に情報の使い手がいるはずですね。あなた方の方が情報の精度が上でね、シャドウを守ることができないんですよ。教えてください、邪魔者の正体を。どうしたのです？教えていただけませんか？それとももう口が聞けませんか？そんなやつ。僕だよ。本当ですか？本当だよ。それができるから、だから僕は子供でも戦いに加えてもらえたんだ。何言って。あなたには聞いてません。どうだっていいさ。僕の復讐はもう終わったんだ。なるほど。君は十分に生きたというわけですね。素晴らしい覚悟だ。君を先にしましょう。楽におなりなさい。どうしたというのです？この子供を救って君に何か得が？シンジ！興ざめなことだ。シンジ！誰が来て！先輩！シンジ、しっかりしろ！シンジ！すぐに手当てを！なんて顔だ。
せっかく望みが叶うってのによ。先輩！先輩！信じ！傷が深すぎる。影時間が終わらないことには。憎しみをすぐに捨てなくていい。力にすりゃいい。お前はまだガキなんだから。これからのために生きろ。そんな、僕は。アキ、こいつを。ああ。